はい、こんにちは。今日は相加相乗平均の証明を与える問題ということで、こちらをご紹介したいと思います。問題はこちらです。括弧1、n を自然数、xy は任意の正の数として、こちらの不等式を示せ。括弧2は任意の正の数 a1、a2、点々点、an に対し、n が2以上において、この不等式が成り立つことを示せ。括弧3は n が2以上において、この不等式が成り立つということを示せ。といった問題ですね。まあ、これは結局、括弧1、括弧2の結果使って括弧3を示しと。これが示せれば何が言えるかっていうと、要するにここの部分が相加平均、これ相乗平均ですね。n 変数の。で、これとこれ見てみると、ここ n の部分を n-1 に置き換えただけですね、これ。ですので、これが言えるとどういうことが言えるかっていうと、じゃあここ fn とでも置けば、こっちが fn-1 になるよと。つまり、これが言えれば、fn が fn-1 以上ですよと。これが n が2以上において言えるよということですね。ということは、じゃあ n が2のときは1ですね。f1。f1 からスタートして f1 以上 f2。で、f2 よりも f3 の方が大きいよと。こんな風になっていくよということが言えるわけです。これが言えればこれが言えるよと。で、じゃあ f1 は何かっていうと、n に1入れてみましょうか。n に1入れると、ここ1で、ここは a1 ですね。で、1のときは a1 の1乗ですから、a1-a1。ということで、これ0ですね。f1 はこれ0ですよ。つまり、0以上ということが言えるわけです。f2 も f3 も f4 もずっとこれは0以上の値を取りますよってことが、これが言えれば言えるわけですね。じゃあ f2 は何かっていうと、n に2を入れてみましょうか。n に2を入れると、2括弧2分の a1 足す a2 ですね。で、引く a1、a2 の2分の1乗。つまり、これが0以上が言えますよってことですね。F2 は今これですから、これが0以上が言える。つまりこれ、2変数の相加相乗平均ですね。これ相加平均、相乗平均。これ引いたものが0以上ってことは、相加相乗平均が成り立ちますよということですね。で、さらに、F3 っていうのは3を入れてみると、3括弧の3分の A1 足す A2 足す A3 引く A1、A2、A3 の3分の1乗ですね。N を3とするとこれが言えますよと。で、これもまた0以上なわけですから、これ3変数の相加相乗平均がこれで成り立ちますよというふうに、じゃあ4変数の場合はこれさらに F4 もこれが0以上ですから言えますよ。F5 も言えますよというふうに、要するにすべての自然数 N においてこの相加相乗平均が0以上、つまりこれが成り立ちますよということが示せるわけですね。ということでこの括弧3の結果が示せれば、すべての自然数 N においてこの相加相乗平均が成り立ちますということが言えるわけです。ということで、じゃあこんな証明、どんな風に括弧3を示すのかっていうのでやっていきましょうか。まずは括弧1なんですが、これを示していきましょう。これはちょっと式変形して、じゃあこれ右辺を左辺に全部持っていって、これが0以上を示しましょう。今、じゃあ左辺に持ってくると、ここをばらしましょうか。これマイナス ny の n 乗とプラスの y の n 乗ですので、これこっち持ってくると、マイナス y の n 乗ですよと。この1個分をこっち持ってきましたよと。で、マイナス、あとこれをこっち持ってくると、nxy の n-1 乗。あとはこれマイナス ny の n 乗をこっち持ってくるとプラスの ny の n 乗ですよと。で、今これが全部こっち持ってきたんで、これが0以上を示したいよと。いうことですね。これを示したいと。で、今この部分っていうのは、これは x-y で因数分解できますよと。で、こっち側もマイナス n でくくってあげると、マイナス ny の n-1 乗でくくると、x-y っていうふうになりますよね。ですので、x-y っていうのを両方共通因数で持っているので、これっていうのは x-y でくくれますよと。そうするとこれ、因数分解すると、x の n-1 乗足す、x の n-2 乗の y ですね。足すっていうふうに言って、xy の n-2 乗足す y の n-1 乗になりますよと。これを因数分解するとこうなりますよと。で、こっち側は今これですから、今 x-y を作り出すとこれが残るよと。じゃあ括弧の中にあとこれが残るので、マイナス ny の n-1 乗というふうになります。で、これで見てみると、あとちょっとテクニカルなんですが、これ0以上示したいということで、ここは、今全部これ n 個、項があるわけですね。ここの部分。x の n-1 を n-2 乗って言って、最後 x の0乗ですので、0からスタートして n-1 までですから、これ、ここまでの項数っていうのは n 個あるわけですね。で、ここは、y の n-1 乗っていうのが n 個あるわけですから、これ1個ずつ振り分けていきましょうか。
つまり、マイナス y の n マイナス1乗。マイナス y の n マイナス1乗。この y の n マイナス1乗が n 個あるので、この各項に1個ずつ、マイナス y の n マイナス1乗をしていきましょうか。そうすると、これ n 個あるので、ちょうどこれぴったり1個ずつ、振り分けることができるわけですね。そうすると、ここの部分が消えて、こんな風に表せますよと。そうすると、ここはちょうど消えてなくなるよと。あと、ここの部分っていうのを考えていきましょうか。そうすると、これどうなるかっていうと、x-y の括弧の、ここの部分は、1個ずつ見てみると、x の n-1 乗マイナス y の n-1 乗。で、次、これここは、y で1個くくり出すことができて、x の n-2 乗引く y の n-2 乗ですよと。ですよね。で、続いてずっと進んでいって、最後ここは、y の n-2 乗でくくれて、x-y と。こんな風になるわけですね。で、一個ずつこう見ていくと、じゃあ全部 x の何とか乗マイナス y の何とか乗って形に括弧の中身はなっているので、今、代償関係与えられてないんですが、代償関係設定してみましょうか。じゃあ x イコール y の時はっていうと、x と y が等しい時はここは0になるので、これは0ですね。この値は0になるよと。で、x の方が y より大きい場合考えましょうか。今、2の正の数ですから、これ正ですよと。で、x の方が大きい場合は、ここは正ですよね。ここは正になるよと。そして、ここも中身、何乗かして引いてるわけですから、これ正ですよと。ここも正ですよと。で、正。この括弧の中身は全部正になって、y は今正ですから、結局この括弧の中身は正になるよと。いうことで、正と正をかけるので、これは正ですよということが言えます。で、続いて、x よりも y の方が大きい場合を今度考えましょうか。y の方が x より大きい場合は、まあ、これ、正の値で、y の方が大きい場合。今度はこれ、負になりますね。で、ここも括弧の中身全部負になるので、負と。で、y は今正ですから、負かける正で、こう、負になりますね。負のものを全部足しますよと。ですので、ここの括弧の中身は負になるよと。ということで、負かける負で正になるよと。結局、ここは0以上ですね。と。x、y、2の正の数なんですが、結局、どちらの代償関係全部考えた場合でも、これは0以上になるよと。これで、0以上。が言えますよということで、括弧1、こんな形で示すことができます。続いて括弧2です。括弧2は、あとはこれ見比べてみて、x と y を何で置いてあげればいいかを考えましょう。で、これ x がこれですので、じゃあこれ x は、an の n 分の1乗で置いてあげれば、OK ですね。ここが an になるようにしてあげればいいので、x をこれにしてあげれば、これの n 乗をすると an になるよと。ここが対応しているなと。で、y の方はっていうと、こことここが対応しているので、y は、a1、a2、点点点の an-1 ですね。の、n-1 分の1乗と。こういうふうに置いてあげれば OK ですね。そうすると、これの n 乗をすると、この n が1個消えて、これになりますね。これが出てくるよと。そうすると、これとこれが対応して、ちゃんと出てくるなと。あとは、じゃあここがうまくいってるのかを見てあげると、これの n-1 乗すると、この n-1 が消えて n 分の1になるよと。で、これに x、これをかけるわけですから、これが出てきますよね。ということで、ちゃんとこれが成り立つよと。ということで、今これ an はこれ正の数ですから、任意の正の数ですので、正の値。x は正。で、y も任意の正の値を取るので、まあ、これが使えて、ちゃんとこうなることがこれで示せますねと。つまり、x、y をこれで置いてあげれば、これが言えますよと。ということで、括弧2はこれでおしまいです。続いて、括弧3です。あとは、これをまた、この形に持っていきたいわけなんですが、この形見比べてみると、この an っていうのは今ここですよと。で、この部分っていうのがこれですよね。で、これは、ここの部分ですね。これが。ということで、見比べてみると、で、同じ方にまとめたいので、じゃあ、これとこれっていうのは同じところでまとめたいわけですから、これをこっちに持っていきましょうか。つまり、an マイナス、これこっち持ってくると、n カッコ a1、a2、点点点の an の n 分の1乗ですよと。今、これをこっちに持ってきましたよと。そうすると、今、こっち側にこれが残るわけですから、マイナス n マイナス1の a1、a2、点点点の an マイナス1の n マイナス1分の1乗と。こうなりますよね。で、今、これが今、ここの部分。で、ここにこれを挿入したいわけですので、で、あと今ここにもこれだけしかないわけですから、この a1 から an-1 までの部分を
両辺に足しましょうと。そうすると、ここ A1 足す A2 足す点点点の AN-1。こっち側も A1 から A2 点点点の AN-1 まで足したものを両辺こう足してあげれば、こうなるよと。これでこの部分が出てきたぞと。で、こっち側もこの部分が出てきたぞと。で、あとはこの形にしたければ、要するにこれ N でくくってあげれば OK ですね。これ N を外に出せば N かっこ、この形になりますよと。まあこれはいいですね。これあと N でくくればこの形になりますね。で、こっち側もこの N-1 で外に出してあげればこの形になりますね。ということで、これが示せたぞと。こんな形で示すことができますよと。ということで、これが示せたので、すべての自然数 N においてこの相加相乗平均が成り立つよということが示せたということになります。以上です。ありがとうございました。